南アルプスの保全や活用に取り組む南アルプスを未来につなぐ会の理事会が今年度初めて開かれ、長野・山梨との連携やクラウドファンディングの活用を進めようという意見が出されました。南アルプスを未来につなぐ会は、ユネスコエコパークに登録されている南アルプスの自然を守り活用していくことを目的に 去年7月に設立されました。大学や企業、自治体などから集まった25人の理事で構成されています。今日は会として、今後目指す方向性について意見を交わしました。理事からは、静岡県だけでなく、長野県や山梨県も一緒になって取り組んでいく案や、整備に係かかる資金をクラウドファンディングで確保しようという意見などが出ました。 山十一会長は勉強会や視察を通じて我々自身も南アルプスについて共有していき意識向上を図りたいと話していました。